はい、それではこのトイレしようかな。とりあえずこれ、このバルブはね、これより下なんですよ。だからこういうふうにね、ちょっと乗せて、まあこのキャットドアどけてね、ここに置くかなと。ほらもうこけるのもちょっとしにくいしね。それでまあここ穴開けて、猫の、ベッド、部屋を作ろうかなと思ってます。それでは、このもうキャットはこれどけ、とりあえず解体しますね。これいらないから。でこれコラをどけて、このここをまあ言うたらちょっと一旦どけんなしゃあないやね。これどけれるかな。これちょっときついかもわからんね。まあ一旦やってみます。はい、はい、とりあえずこれをね全部どけて、ここ排水につなぎました。初めこっちにつなげようかなと思ったけど、ね、洗濯機の水の量のが、ね、多いからね、ザーッと流れるから、こっちに横にねぶち開けました。これでホース排水の方、これで OK かなと、ね、これからやっていきます。はい、はい、完成しました。これね、水やり、自動トイレの水ね、流し器、ちょっとここがね、角もうちょっとね、落として、斜めに刺さってるからね、この角のここの部分を、ね、削り落として平らにしたら、もうちょっとここの部分がね、流れやすくなると思います。ね、まあ、また今度ね、そこを削っていきます。今日ちょっと時間がなくて、できなかったけど、まあ、こういうふうにね、なんか中途半端に、ちょっと、ほんまやったらこっちにつないだらよかったんけどね、今思ったら、まあ、後でもまた帰れるんでね、また暇な時こっちに帰るのにしますね。ね、ここに線でもこっちに穴開けた方が良かったかなと今思います。それではちょっと流していきますね。これ時間来たら水勝手にね、朝の10時と夜の12時ぐらいにセッティングしてるけど、ね、10時と1時かな、これ1回1分間ね。はい、それではすぐ水やりやります。これ、こなして流れていきます。まあ、1分間やから結構ね、流れると思います。それで、こっち側もね、こなして、ね、水圧がね、足りるか言うと、あっちこなして、ね、水流れてます。こっちのトイレもね。これ、ここ。ここも、実際、ね、流れてます。ほら。ね。向こうからこれずっとね、しか流れてますね。こういうふうに、もうちょっとこっちかな、ね、こういうふうに流れてますね。まあ1分間やからね、これ1分間朝の10時と夜中の1時に流れるようになってるんだけど、これは押したらねすぐ水流れるようにできるやつやから、たまにねこういうふうに洗うのもいいかなとね。こういう流れてます、ね、この辺までずっと来て、実際はこれちょっとねここで絞ったりして調整してるんだけど、これがねここで絞ってるんですよ。当然と結構ねいっぱいになるからね、これ実際こなしてちょっと入れた時にちょっと濡れてくるね。もうちょっと絞ってもいいかな、ちょっと絞り気味で、ここ絞り気味で、ここをどうなるのか、まあ、こんな感じで溜まってくるからね。これで実際これ止めたとしたら、これ止めますよ、まあ、もう流れてくる、まあ、ある程度はね、バーッと細胞バーッと出て、まあ、多少のね、全部が全部、まあ、ここ角ごとさんが流れ落ちんけど、ね、実際こういうふうに、ね、出ていってます。ちょっとずつだけどね、これ。
多少のちょっとずつしか流れないんですよ。ちょっと勾配つけたらね、ちょっとちゃうんやけど、これこのぐらい勾配ついてたら多少はちゃうんやけど、まあこれぐらいにね、いいかなと。またそこね、削り落としていきますんでね、もうちょっとね、水が減るようにちょっと頑張ります。これ以上もちょっと減っていかんからね。そこ斜めに入ってるから こんだけ斜め入ってるんですよ。その部分を切り落とさんのためなんでこれね。だからこれをちょっとそこの部分を切り落とさんと無理やいこと。もう一回やってみようかな。はい、まあ、おしっこ溜まってるやつちょっとザーッと1分間流れることによって洗いや流されんちゃうかなと。こっちから押していくからね、水がずーっとこういうふうにずーっと汚いやつはこっちに流れていくんじゃないかなとね。まあ、このぐらいの水圧でいいかな、とりあえずね。これやったらちょうど浸かりませんし、ね、ちょうどいいかな。もうちょっと出してみたら、もうちょっとだけね。これがたまらん程度に、うん、全然いかんすね。つからん程度に、ちょっと蛇口もひねっていいけど、ね、こんな感じ、うん、これぐらいでいけますね。使ってないもんね。でこっちもちょうどね、水圧いい感じやもんね、うん、ちょうどいい感じ、ずっと流れてます。まあ、最終確認ね、もう一回こっちの水圧もね、全然 OK ね。はい、完璧です。これで、まあ、10時と1時ね、ここ自動でおしっこ掃除してくれるというシステムです。ね、出てませんね。それであと蓋閉めるだけ、これね。それでここ一応ね、こっから入るベッド家にねしてますんでね、完璧かなこれでね。トイレ、上がトイレでね、うるさいけどね、下で寝られんかもわからんけど、こんな感じで仕上げました。はい、以上です。